皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はオフラインプラットフォームのすすめという話をしたいと思っています。最近はですね、こう天気がいい、そしてなんかアポとかない時とかですね、ピクニックワークと称して天神中央公園、福岡市役所の裏にあるですね、芝生が広がっている公園があるんですけども、そこにブルーシートを敷いてですね、仕事をしていたり本を読んでいたりするという日々を送っています。ということをですね、ツイッターとかでつぶやいていたら、友人がですね、やってきました。暇だったんでしょうね。で、友人がやってきてレモンサワーとワンカップを持ってね、来ました。で、あとモバイルのスピーカーを持ってね、なんか宴会か何かと勘違いしたのかもしれないですけども、まあクラバーなんでね、多分ちょっと楽しい感じで来たんだと思います。で、クラバーにもかかわらず、なぜかね、森山直太朗を流しながらレモンサワーを僕が飲んで、彼はワンカップを飲んでいました。で、お腹空いたねっていうことでウーバーイーツでカレーを頼んだんですけども、公園の中にまで来てくれるということが分かったので、いいなと思いました。なんかね、まあこのご時世ですから、あんまりこうね、そういうのはないのかもしれないけども、今後花見がとかなんとかがって時にですね、その場所までウーバーイーツで運んでくれるんだったら、それほどいいことってないんじゃないかなというふうに思いますね。で、僕なんかはですね、家に人を誰も呼びたくないなって思ってるので、ウーバーイーツとかそういった配達をね、家にしてほしくないなっていう気持ちがあるのでですね、ウーバーイーツとか使ってなかったんですけども、公園に来てくれるんだったら使ってみようかなって思いました。皆さんもぜひね、家に呼ぶとか、どこかのね、オフィスに呼ぶとかだけじゃない使い方もあるんだよということですね、ここでお伝えしておきたいなと思います。で、友人と喋ってたらですね、その友人が言うには、木尾公園っていう公園がね、あの福岡にあるんですよ。また天神中央公園から歩いて5分ぐらいかな、その大通り挟んで反対側にあるんですけども、結構有名な公園というか、にあの福岡に住んでる人からするとね、とてもメジャーな公園、木尾公園っていうのがあるんですが、ここはですね、本当若者がすごいたくさんいて、まあ、昔からね、こうナンパスポットじゃないですけども、若者たちがこう交流してるような公園でしたね。で、今なんかそのね、夜お店が開いてないということで、この木尾公園で飲んでる人がいるみたいな、そういうのがねあるらしくて、その彼もですね、木尾公園で酒を飲んだりするようになったみたいな話をしていました。で、その中でですね、まあ、彼が面白がっていたのは、その木尾公園で飲んでいると全く知らない人とコミュニケーションが始まったりとかするらしいんですね。そこで飲んでいる別の人と絡みがあると、だから居酒屋で飲むよりもはるかに楽しいんだっていうことを言っていました。で、この感じっていうのは、なんだろう、今までってイベントがある、何かこういうイベントがあるからそこに人が集まるみたいな感じで、すごく人を集めようとするエネルギーが何かあって、そのエネルギーに対して人が集まってくるみたいなことがあった。そしてそのエネルギーはやっぱ強ければ強いほど人が集うみたいな構図だったというふうに思うんですけども、公園のようにすごく緩いエネルギー、そんななんか強く人をおいでよってやってない、なんかいや僕はここにいるよと、誰でも受け入れるよっていうスタイルの場所に人が集って、そこで人と人のつながりが生まれる、そういう緩いつながりっていうのはなんか逆に新しいなっていうふうに思うんですね。イベントに集まるときには、まあ、そのイベントがしっかりターゲティングされていればですね、ある程度同じような価値観とか同じ関心を持った人がそこに集まると、だから、近い人とねつながってイベントっていいよねっていう、向きもあったんですが、僕はそれが結構良くないと思っているというかね、同質的な人が集まってなんか仲間だよねってやってることにさほど価値を感じないので、イベントとか僕はあんまり好きじゃないと。でも公園のように全くこう属性の違う人がなんとなくそこにいて、でもなんとなくコミュニケーションが始まるみたいな、そこに行けば心許せそうな誰かがいるかもしれないみたいな、なんかそういう場所っていうのは、まあこれから求められていくんじゃないかなって
思いましたね。なんかバーとかってね、結構そういう感じありますよね。なんか一人で行ってもそこにいる人たちとこうコミュニケーションが発生するみたいな。ちょっとコミュニティが形成されすぎているバーとかになるとちょっと違うんでしょうけども、さほどコミュニティ化されてないけどもみたいな、ほんと緩くなんか分かんないけどお客さん同士で話せるレベルのバーとかだとちょっと公園っぽさもあるなというふうに思いますけども、そういう緩いつながりっていうのが、まあ、今求められているんじゃないかなというふうに思いますね。なんでかっていうと、こうすごくエネルギーが強い場所で人が集まるっていうのは、なんていうのかな、まあ、エネルギー強いから関心もね、その近いし似たような人集まってってなるんだけども、どこかやっぱね瞬発的なんですよね。うん、まあ緩いつながりもその瞬発的というか瞬間的なものだとは思うんですけども、エネルギーがあって近いにもかかわらず瞬発的に終わってしまうっていう、その打ち上げ花火感がね、僕はねあんまり好きじゃない。どっちかというと線香花火の方が好きという、そういう感じですかね。なんか公園で人が集まるっていうのはなんか僕の中では花火大会とか打ち上げ花火というよりは線香花火に近い感じはします。まあこの人々がね孤立しがちの時代こそですね、孤立しないように頑張ってエネルギーのある場所に行って人とつながろうとかっていう、かえってその効率感を意識しなければいけないような集い方ではなくて、なんとなくそこに行けばなんとなく人がいてなんとなくつながりそうなっていう緩やかに孤立しない感じっていうのがとっても重要な気がしています。まだうまく言語ができないですけども、なんとなくそういう感じを覚えています。もう少しねこの辺は天神中央公園で一人ブルーシートの上で考えていきたいなというふうに思っています。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。